金曜日のコメンテーターは外交評論家、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。来週あと1回でね、番組終了ということで、はい、本当お世話になりました。こちらこそもういろいろ教えていただいたり。とにかく刻々と移り変わる国際情勢をですね、実にわかりやすくということで、今回は、共同通信でね、はい、こういうのが来てる。プーチンさんが、当選した事実上24年のね、支配が確定という。で、トランプ大統領がですね、電話でね、コングラチュレーションね、祝意を示したと。で、その裏にマクマスターという大統領補佐官がちょっと、おめでとうはまずいですよ、というようなことを言った。で、マケインさんも、かなりきついことを言った。そしたら今日ですね、アメリカのトランプ大統領について、CIA がですね、ロシアに弱みを握られているのではないかという見解を示したと。CIA の前の長官ですよね。ブレナン前長官。はい。プーチン氏を怖がっているのではないか。なんか握られてるんじゃないかっていう話ですよね。大統領になるとき、なんか女の子をね。そう。いっぱい呼んで、モスクワでね、なんかベッドでね、そうそう、これ以上言えないけども、乱暴なことを、いや、なかなか楽しかったらしいですけど、僕ね、モスクワ行った時ね、そのホテルへ行ったんですよ。ほんでね、なんとかその部屋を見たいと思ってね、だけどなんかすごいガードされてて入れなかったんですよ。だからすごい印象に深いんですけどね、何やったか知らないけど、まあとにかく本当にね、その変なビデオを撮られてるかどうか知らないけども、どうもトランプさんのこの1年数ヶ月の言動を見ているとね、やっぱりなんかおかしいよねと、もっと、だってイギリスじゃですよ、もっとスパイを毒殺してるんですよ。ですね。ねえ。あれだけの、証拠があると言われてる、しかもイギリスが言ってるんですよ、他の国じゃなくてね。それにもかかわらずね、何にも言わない。おかしいでしょうと。なんか弱みを握られていて、腫れ物に触るように厳しくしない。おかしいんじゃないのというのはあると思いますよ。ということは選挙期間中から噂されている数々の対ロシア疑惑みたいなものも、全部が全部ね、検討外れではなかろうと。そういうことですよね。で、まあ今ちゃんとね、モラーさんという人が特別検察官になって、で、まあ地道にやってるわけですよ。そのね、包囲網っていうかね、捜査がね、徐々にですね、こう厳しい、真綿で首を絞める。確信に迫りつつあるっていうことなんですよね。じわじわと。はい。ですから、やっぱり気が気じゃない。で、この人のこと、ね、ニクソンのウォーターゲートの時もそうでしたけど、ニクソンさんは、所詮というのはごめんなさい、弁護士ですから、分かってるんですよ、何やってるかね。でもトランプさんはね、分かってないか。とにかくね、非常に心配ですよね。アメリカの大統領がこういう形でね、外国のね、干渉でね、大統領になってね、しかも弱みを握られていて、言うべきことが言えなくなったら、それはアメリカのリーダーシップなんかすっ飛びますからね。なんかって言ったらこう、脅されますからね。そうそうそう。敵はもう、昔スパイですからね。そうそうそう。KGB ですからね。そうですよ。怖いですよね。典型的な、まあ大統領になってまで KGB のやり方やるかっていう話も思いますけどね。というわけで、それで選挙で対抗するやつはね、遠慮しゃくなく潰しにかかるしね。あれは本当正当な選挙じゃないと。マケインさんが言ってることもね、あながち的外れではないですよね。そうですね。ロシアの場合ね。もう一点あるんですけどね。もう一点。じゃあね、マクマスターさんね、いいけどさ、あんた、それ、メディアに喋っちゃダメよと。マクマスターさんがやったとは思いませんよ。言いたかないけども、チームの中で誰かが漏らしてるわけですよ。それについてはね、それが、つまり、米ロ首脳電話会談の、ね、その発言要領がですよ。内容がちゃんとコングラチュレートなんて言葉使うなって書いたのに言っちゃったんだって、それリークする方もリークする方じゃないですか。リークする方ももう腹に据えかねてるんじゃないですか。そうそう。だけどそれって政権の手を出してないでしょ。何それ。だからちょっとね、末期症状とは言わないけどひどいよね。そういう外圧も、それから自分の周りにいるそういう連中も、なんとなく俺に対してみたいなことは、まあ、大統領は感じてるわけですね。そういうことですね。で、時々強気な発言してるということなんですが、今年なんかどうなっていくんでしょうかね、これから先。はい、三宅さんは続いては7時から登場です。はい、今朝のコメンテーターは、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんです。宮家さん、また韓国がですね、イ・ミョンバク元大統領が逮捕されたという、まあ、容疑はですね、在任中に国家情報院から裏金を上納させていたとか、それから自分で持っている自動車部品のですね、会社なんかを使ってですね、サムスングループにいろいろとですね、訴訟費用なんかを肩代わりさせたとか。でも、言わしてもらえば、たかだか11億円ですよ。大統領権限で言えばね、大統領のね、そういうこの箔から言えば、11億なんか貸したあれでしょ。大統領、今まで何人いるか知らないけど、数えてないから、だけど、もう4人も捕まってるわけでしょ、で自殺が1人でしょ、そうですね、もう本当に慣れてなくなるんじゃないかな、こんなことやったら。どうします？必ず捕まる。で、またその報復がむちゃくちゃだから、その恨みが連鎖をして、またこの報復、いやー、これはちょっとね、まあ、若い民主主義といったら怒られちゃうんだけども、もう少し成熟できないもんですかね。今日の新聞によると、大統領はですね、ムン・ジェイン大統領は、自殺したノ・ムヒョン大統領の弁護士時代からの仲間で、あれに対して非常にその、さっきの縁、恨みのね、気持ちをずーっとこう、抱き続けていたと。だからなんか本当に報復措置みたいな感じ。なんかこう、根掘り葉掘り探せば、政治家だったらなんか絶対出ますよね。よく叩けば埃の出るからだって言いますけど。まあ、ある程度、大統領を強くしなきゃいけないと私は思っているんですよ。まあ、もともとね、今、大統領の任期というのは1期5年でしょうか。5年ですね、韓国。それはもっと、実は2期やったんですよ。確か私の記憶が正しければ。それはなぜかというと、大統領の権限が強すぎちゃって、これを制限しなきゃいかんっていうんで、1期5年にしたはずなんです。じゃあ、それでいいかって言うとね、1期5年経ってですよ、再選がないんですよ。再選がないってことはね、2、3年したらね、もうね、だいたい見えてきちゃってね。したらね、あと2年しかねえのかと。こいつも関係ねえと、5年ね、2年後にはいなくなんだと。だったらね、言うこと聞かなくなるわけですよ。再選ができて、この人まだ下手したら8年やるかもしれんと思ったらね、言うこと聞くわけです。これが大統領権限だけじゃなくて、やっぱり大統領の政治力につながるわけですよ。わかりますよ。プーチンさんなんか2回当選して、1回首相に隠れて、ね、外からコントロールして。そうですよ。また読みそう、あんた死ぬまでやるかと思ったら誰も言うことね。習近平さんだってそうですよね。憲法にその習近平思想みたいなのを書かして。だけどあれ民主主義じゃないからね。忠誠を誓わせて。だけど民主主義でもある程度ね、安定した政権を作るためにはやっぱり、再選というのは必要だと私は思うんですよね。だけどそれをあえて1年、5年で一気にしちゃったから、これ構造的な問題ですよ。残念ながらね。それで日本としては迷惑ながらね、イ・ミョンバクさんもそうでしたけれども、旗色悪くなるとね、必ず反日カードを切るんですよね。彼も竹芝上陸したりなんかしてね、最後の最後ないのにね。そうですからやっぱそういう思い、まあだからといって強くなったからといって切らなくなるわけじゃないんですが、それはしょうがないんだけども、これでいいのかね、かわいそうですよね。こうやって無駄なと言ったら怒られちゃうけど、政治的なエネルギーがこういう形で内部的にというか国内的に使われていくっていうのはね、本当に良くないと思いますけどね。私今韓国ドラマのね、時代劇見てますけど、ものすごい階級社会でね、だけどそれが今でも残ってると、そうでしょ。みんな言いますね。その階級社会と、それから学歴社会と。それからやはり財閥ですよ。なんだかんだ言っても。やっぱりね、日本はある程度解体されて、そして、まあ、非常に中産階級がね、しっかりとした国になりましたよ。まあ、今、いくつか問題出てるけれども、韓国はね、やっぱ圧倒的に財閥強い。それで公務員と大企業になりたいでしょ。そしたらね、やっぱりこれ、恨み、それになれなかった人たちの恨みってのはやっぱり連鎖するんでしょうね。で、今、ムン・ジェインさんはその北朝鮮の問題なんかも含めて、得意の絶頂ですよ。で、支持率はもう7割超えてるでしょ。でもそのうちね。ここをせんのと、ね、敵討ちですよね。どうせ5年しかないんだから、この人もね、かわいそうだけど、変なこと起きますよ。やじ馬ニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターは元外交官でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さん。まずこのニュースを取り上げます。自民党の憲法改正推進本部は昨日、憲法9条改正案について戦力を持たないことなどを定めた2項を維持しながら自衛隊の保持を明記する方向で今後の対応を細田博之本部長に一任しました。石破茂元幹事長らは自衛隊を戦力と位置づけるため2項の削除を強く主張しましたが、押し切った格好です。さあ、それでは具体的にどうなったのか、日本放送報道部森田浩二解説委員です。はい、自民党はあさっての党大会に間に合わせるために議論を急いだ形です。昨日の自民党憲法改正推進本部の全体会合はおよそ3時間に及びまして、安倍総理大臣の出身派閥の会長であります細田博之本部長が9条改正の意見集約を自身に一任するよう提案しまして、会場内は賛否の声で騒然としたんですが、結局一任ということになりました。これに対し石破元幹事長は、何が一任されたのかよくわからない、党の意思決定として極めて異例だと述べております。で、細田本部長によりますと、戦争放棄を定めた9条1項、それから陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないと定めました9条の2項をともに維持しつつ、別立ての9条の2を新たに作って自衛隊を規定するとしています。で、当初は必要最小限度の実力組織ということで自衛隊を明記する方向だったんですが、これには石破さんらが反対しまして、結局必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織というふうに明記する方向です。で、この自衛隊の定義などをめぐりまして、公明党の幹部は、この必要な自衛の措置を取ることを妨げないということであれば、集団的自衛権の全面行使につながりかねないと懸念を示しまして、話にならないと批判をしております。自民党内にも異論がある上に、森友問題を抱えて公明党の関係者は、憲法改正は当面困難になったと見ています。それから改憲勢力と安倍政権が期待していました野党の日本維新の会も、今熟議できる雰囲気ではないと、この森友問題を挙げて慎重姿勢に転換してるんですね。確かにね、国政の場は憲法を一生懸命考えてね、こうしようあしようっていう雰囲気ではないです。だけど今の聞いてると、やっぱり安倍さんが去年ビデオメッセージかなんかで言った、はい、1個2個はそのままにして、1つ付け加えるみたいな、あれでいいようなことなんですか？そうです。その方向ですね。その方向ですね。はい、石破さんはそれはいかんと言って。そうです。2項は削除すべきだと。削除すべきだと。はい。この辺の矛盾点、いや矛盾じゃない。宮川さんどう話しますか？自民党の懐かしいね、やじと怒号の中でですよ、一任が決まってですよ、でなんとなくそのまま行っていくっていうね、これは民主主義でね、多数決でやったらダメなんでしょ。だからこれ一任っていうのは一つの知恵なんで、しかし珍しいっていうか、久しぶりに使ったなって思いましたよね。議員さんの数から言えばね、今は大チャンスですから、公明党さんも賛成してくれればね、大チャンスであるんだけども、ちょっと足元が揺らぎ出してますよね。2項を削除するっていうのは、これは筋論としては一つの考え方だと思うんですよね。でもそうしたら、それは与党で賛成もらえないんじゃないですかね。だからその意味では非常に現実的な案だとは思うんだけど、日本のね、政治ってのは面白いことで、内政大好きな人たちですからね、やっぱり森友だなんだって言ったらね、これもずってやるわけですよ。もう韓国がうろうろして、で北朝鮮とアメリカが話すとかいう、日本にとって一つ間違った国難なんだけど、もうスキャンダルばっかり、日本では。それもおかしい。だけど、でもそういう時にね、ちゃんとこの憲法のことを議論しなきゃいけない時期だとは思うんだけど、どうですかね。このままだと、モメンタムが、求心力がちょっとなくなった分が遅れるかもしれませんね。党大会では何か決めるんですか？いや、あさってではこの方針だけですね。あと緊急事態条項とか、参議院選の合区を解消するとか、教育の充実といった、会見の4項目を提示するという形になりそうですね。方向性だけを報告すると。しかしこの憲法9条のね、問題というのは、もうこれは一種神棚に乗っちゃってますからね。でも70年近くね。だけど自衛隊の方がね、あれだけいろんなケースでね、その国難を救ってくれてね、で、結構際どいところまで進出するようになって、矢玉の中をかいくぐるようなね、そんな状況にもなってきたし、あれ認めてやんないとやっぱりなんか非常に失礼ですよね。やっぱりね、憲法学者の大多数がね、合憲と言わなきゃ、ね、命かけられないですよ。だと思いますね。ということで、安倍総理にもう少し勢いがあればという、そんなね、正し書きがつく、憲法問題です。では続いてはですね、こちらのニュースを取り上げます。アメリカのトランプ大統領は22日、中国がアメリカの知的財産権を侵害していると認定し、中国製品に 25% の追加関税を課すことを柱とする制裁措置を表明しました。中国からの年間輸入額の1割に相当する5兆円から6兆円規模の製品を関税の対象とします。はい、詳しいところを森田さん。はい、トランプ大統領は日本時間の今日未明、ホワイトハウスで中国はアメリカから多くの知的財産を盗んでいると述べまして、制裁措置を支持する大統領令に署名しました。で、その制裁の内容は中国からの年間輸入額のおよそ1割に相当する500億ドルから600億ドル、日本円でおよそ5兆3000億円から6兆3000億円の中国製品に 25% の追加関税を課すというのが柱です。で、合わせて中国を WTO 世界貿易機関に提訴して、中国企業によるアメリカへの投資制限も強化するとしています。で、関税の対象は情報通信や航空、宇宙など最先端分野の製品としまして、USTR アメリカ通商代表部が15日以内に具体的な品目を公表するとしています。また WTO の提訴では他の加盟国との連携も探る方針で、日本や EU などとの共同提訴に発展する可能性もあるんですね。で、この高い関税は相手国の不公正貿易に対する制裁を認めたアメリカ通商法301条が根拠となっています。で、またトランプ大統領は23日には中国を主な標的とする鉄鋼とアルミニウムの輸入制限も発動します。で、この輸入制限については先ほど韓国や EU、オーストラリアなどは暫定的に適用の除外とするという方針が示されました。日本についてはまだ明らかになっておりません。対象になるかどうか分かっていません。で、こうした動きを受けて米中貿易摩擦が高まるんではないかということで、22日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて724ドル安くなって取引を終えてるんですね。まあ、一種これ公約ですよね、トランプさんの。それで確かにそのアメリカの貿易収支、はい、40兆円の巨額赤字計上なんつって、でかい金額なんですが、なんか昔の1980年代あたりの日本を彷彿とさせますね。あの時スーパー301条とかね。まあ、通商法のね、301条って日本も適用されたんですけどね、私はね、全く違うと思う、当時の日本と今の中国は。違う。当時の日本もね、確かにまあ、模倣もあったかもしれない。それから産業スパイがいろいろ情報を取ったかもしれない。だけど、今の中国がやってるのはね、国家権力が、アメリカの政府じゃなくてですよ、アメリカの民間企業の知的財産を、サイバー攻撃等で盗んでですよ。しかもそれもですね、その後中国の権力組織に使うならともかくですよ。アメリカのそのライバル企業、中国のライバル企業にね、その情報を流してるわけですから、これはね、もう本当ルール違反どころか。私も具体的に聞いたのは新幹線なんですけどね。要するにその中国って一番巨大市場ですから、あそこに入らないことには売り上げ伸びないわけですよね。で、だから仕方なしに入る。そうすると、叱るべき中国企業と合弁しなきゃいけない。それ全部抜かれちゃうんですよ。全部技術をね、提示しなきゃいけない。そうすると、その盗んだ技術を元にして新幹線作って、中国が考えたんだと。これ日本の技術盗んだんじゃないってことを、イケシャーシャーと言う。これがやっぱり一番困ったところであるという。どうしたらいいんですか、したら。ですから、本来はね、あんまりそういう制裁ってのはやりたくないし、やれば中国だってこれメンツ潰されたらね、必ず報復しますから、結構なガチンコになるとは思いますよ。アメリカ側から見ると、これトランプさんの苦し紛れですか？いや、それはね、これ前からやりたかったんだと思います。前からやりたかった。で、これはね、オバマさんの時代からもう問題はあったんですよ。今まではね、中国に対して配慮したの、なぜ配慮したかっていうと、90年代からですよ、中国をね、資本主義化させる。そうすると中国の社会が変わって、中産階級ができて、そして市民社会ができて、そしていずれは民主主義になるんだって、こういう期待のことをやってたわけですよ、90年代から。ところやってみたら全然違う、逆でしょ。そしたらもうこれはやっぱり制裁に行かざるを得ないという、ようやくそういう判断が、まあ、たまたまですけどもトランプさんはそういう人だからやっちゃったと、なかなかできなかったことですけどね。大昔のね、米ソ冷戦なんていう時代はね、共産圏は大体何か年計画とか言っちゃって、それで、それに向かって一生懸命やってね、中国も大躍進政策とか言っちゃって、もうなんか、わけのわかんないことばっかりやって、みんな失敗したわけでしょ。社会主義やってるうちはいいんですよ、失敗するから。それが今、資本主義のいいところみんな、勝手に持ってっちゃって。それでいて、統制経済のね、いいところも取ってっちゃってるから、自由な競争がないんですよ。ないんですね。そういう状態でね、やっぱり、同じように戦うの難しい。だからアメリカがこうやって制裁したいのもわからないではないんだけど、これはあまりいいやり方ではないです。そうですか。中国はどういう報復をしますかね。まあ、農産物でしょうね。そしてアメリカの農民を騒がせると、これでうまくいったな。ちょっとまずい。ありがとうございました。三宅邦彦さんでした。その意味では非常に現実的な案だとは思うんだけど、まあ日本のね政治ってのは面白いことで、内政大好きな人たちですからね。やっぱり森友だなんだって言ったらね、これもずってやるわけですよ。もう韓国がうろうろして、それで北朝鮮とアメリカが話すとかいう、日本にとって一つ間違った国難なんだけど、もうスキャンダルばっかり日本では、それもおかしい。だけど、でもそういう時にね、ちゃんとこの憲法のことを議論しなきゃいけない時期だとは思うんだけど、どうですかね。このままだとモメンタムが、求心力がちょっとなくなった分が遅れるかもしれませんね。党大会では何か決めるんですか。いや、あさってでのこの方針だけですね。あと緊急事態条項とか、参議院選の合区を解消するとか、教育の充実といった、会見の4項目を提示するという形になりそうですね。方向性だけを報告すると。まあしかしこの憲法9条のね問題というのは、もうこれは一種神棚に乗っちゃってますからね。でもまあ70年近くね。だけど自衛隊の方がね、あれだけいろんなケースでね、その国難を救ってくれてね、で、結構際どいところまで進出するようになって、矢玉の中をかいくぐるようなね、そんな状況にもなってきたし、あれ認めてやんないとやっぱり、なんか非常に失礼ですよね。やっぱりね、憲法学者の大多数がね、合憲と言わなきゃ、ね、命かけられないですよ。だと思いますね。ということで、安倍総理にもう少し勢いがあればという、そんなね、正し書きがつく、憲法問題です。では、続いてはですね、こちらのニュースを取り上げます。アメリカのトランプ大統領は22日、中国がアメリカの知的財産権を侵害していると認定し、中国製品に 25% の追加関税を課すことを柱とする制裁措置を表明しました。中国からの年間輸入額の1割に相当する5兆円から6兆円規模の製品を関税の対象とします。はい、詳しいところを森田さん。トランプ大統領は日本時間の今日未明、ホワイトハウスで、中国はアメリカから多くの知的財産を盗んでいると述べまして、制裁措置を支持する大統領令に署名しました。で、その制裁の内容は、中国からの年間輸入額のおよそ1割に相当する500億ドルから600億ドル、日本円でおよそ5兆3000億円から6兆3000億円の中国製品に 25% の追加関税を課すというのが柱です。で、合わせて中国を WTO 世界貿易機関に提訴して、中国企業によるアメリカへの投資制限も強化するとしています。で、関税の対象は情報通信や航空、宇宙など最先端分野の製品としまして、 USTR アメリカ通商代表部が15日以内に具体的な品目を公表するとしています。また WTO の提訴では、他の加盟国との連携も探る方針で、日本や EU などとの共同提訴に発展する可能性もあるんですね。で、この高い関税は、相手国の不公正貿易に対する制裁を認めたアメリカ通商法301条が根拠となっています。で、また任期というのは1期5年でしょう、確かね、韓国。それはもっと、実は2期やったんですよ。確か私の記憶が正しければ。それはなぜかというと、大統領の権限が強すぎちゃって、これを制限しなきゃいかんっていうんで、1期5年にしたはずなんです。じゃあ、それでいいかって言うとね、1期5年経ってですよ、再選がないんですよ。再選がないってことはね、2、3年したらね、もうね、あ、だいたい見えてきちゃってね。したらね、あと2年しかねえのかと。こいつも関係ねえと、5年ね、2年後にはいなくなるんだと。だったらね、言うこと聞かなくなるわけですよ。再選ができて、この人まだ下手したら8年やるかもしれんと思ったらね、言うこと聞くわけです。これが大統領権限だけじゃなくて、やっぱり大統領の政治力につながるわけですよ。わかりますよ。プーチンさんなんか2回当選して、1回首相に隠れて、ね、外からコントロールして。そうですよ。また読みないってね。そう、あんた死ぬまでやるかと思ったら誰も言うことね。習近平さんだってそうですよね。そうですよ。憲法にその習近平思想みたいなのを明かして。そう。だけどあれ民主主義じゃないからね。忠誠を誓わせて。だけど民主主義でもある程度ね、安定した政権を作るためにはやっぱり、再選というのは必要だと私は思うんですよね。だけどそれをあえて1年、5年で一気にしちゃったから、これ構造的な問題ですよ。残念ながらね。それで日本としては迷惑なのはね、イ・ミョンバクさんもそうでしたけれども、旗色悪くなるとね、必ず反日カードを切るんですよね。彼も竹芝上陸したりなんかしてね、最後の最後ないのにね。そうですから、やっぱそういう思い、まあだからといって強くなったからと切らなくなるわけじゃないんですが、それはしょうがないんだけども、これでいいのかね。かわいそうですよね。こうやって無駄なと言ったら怒られちゃうけど、政治的なエネルギーがこういう形で内部的にというか国内的に使われていくっていうのはね、本当に良くないと思いますけどね。私今韓国ドラマのね、時代劇見てますけど、ものすごい階級社会でね、だけどそれが今でも残ってると。そうでしょ。みんな言いますね。その階級社会と、それから学歴社会と、それからやはり財閥？財閥ですよ。なんだかんだ言っても。やっぱりね、日本はある程度解体されて、そして、まあ、非常に中産階級がね、しっかりとした国になりましたよ。まあ、今、いくつか問題出てるけれども、韓国はね、やっぱ圧倒的に財閥強い。それで公務員と大企業になりたいでしょ。そしたらね、やっぱりこれ、恨み、それになれなかった人たちの恨みってのはやっぱり連鎖するんでしょうね。で、今、ムン・ジェインさんはその北朝鮮の問題なんかも含めて、得意の絶頂ですよ。で、支持率はもう7割超えてるでしょ。でもそのうちね。ここをせんのと、ね、敵討ちですよね。どうせ5年しかないんだから、この人もね、かわいそうだけど、変なこと起きますよ。やじうまニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターは元外交官でキャノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さん。まずこのニュースを取り上げます。自民党の憲法改正推進本部は昨日、憲法9条改正案について戦力を持たないことなどを定めた2項。はい、金曜日のコメンテーターは外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。来週あと1回でね、番組終了ということで、本当お世話になりました。いやいや、本当お世話になりました。もういろいろ教えていただいたり。とにかく刻々と移り変わる国際情勢をですね、実にわかりやすくということで、今回は、共同通信でね、こういうのが来てる。プーチンさんが、当選した事実上24年のね、支配が確定という。で、トランプ大統領がですね、電話でね、コングラチュレーションね、祝意を示したと。で、その裏にマクマスターという大統領補佐官がちょっと、おめでとうはまずいですよ、というようなことを言った。で、マケインさんも、かなりきついことを言った。そしたら今日ですね、アメリカのトランプ大統領について、CIA がですね、ロシアに弱みを握られているのではないかという見解を示したと。CIA の前の長官ですよね。ブレナン前長官。プーチン氏を怖がっているのではないか。なんか握られてるんじゃないかっていう話ですよね。大統領になるとき、なんか女の子をね。そう。いっぱい呼んで、モスクワでね、なんかベッドでね、そうそう、これ以上言えないけども、乱暴なことを、いやいや、なかなか楽しかったらしいですけど、僕ね、モスクワ行った時ね、そのホテルへ行ったんですよ。ほんでね、なんとかその部屋を見たいと思ってね、だけどなんかすごいガードされてて入れなかったんですよ。だからすごい印象に深いんですけどね、何やったか知らないけど、まあとにかく本当にね、その変なビデオを撮られてるかどうか知らないけども、どうもトランプさんのこの1年数ヶ月の言動を見ているとね、やっぱりなんかおかしいよねと、もっと、だってイギリスじゃですよ、もっとスパイを毒殺してるんですよ。ですね。ねえ、うん、あれだけの、証拠があると言われてる、しかもイギリスが言ってるんですよ、他の国じゃなくてね。それにもかかわらずね、何にも言わない。おかしいでしょうと、なんか弱みを握られていて、腫れ物に触るように厳しくしない。おかしいんじゃないのというのはあると思いますよ。ということは、選挙期間中から噂されている数々の対ロシア疑惑みたいなものも、全部が全部ね、検討外れではなかろうと。そういうことですよね。で、まあ今ちゃんとね、モラーさんという人が特別検察官になって、で、まあ地道にやってるわけですよ。そのね、包囲網っていうかね、捜査がね、徐々にですね、こう厳しい、真綿で首を絞める、確信に迫りつつあるっていうことなんですよね。じわじわと。はい。ですから、やっぱり気が気じゃない。で、この人のことを、ね、ニクソンのウォーターゲートの時もそうでしたけど、ニクソンさんは、所詮というのはごめんなさい、弁護士ですから、分かってるんですよ、何やってるかね。でもトランプさんはね、分かってないから、とにかくね、非常に心配ですよね。アメリカの大統領がこういう形でね、外国のね、干渉でね、大統領になってね、しかも弱みを握られていて、言うべきことが言えなくなったら、それはアメリカのリーダーシップなんかすっ飛びますからね。なんかって言ったらこう、脅されますからね。そうそうそう。敵はもう。を維持しながら、自衛隊の保持を明記する方向で、今後の対応を細田博之本部長に一任しました。石破茂元幹事長らは、自衛隊を戦力と位置づけるため2項の削除を強く主張しましたが、押し切った格好です。さあ、それでは具体的にどうなったのか、日本放送報道部森田浩二解説委員です。はい、自民党はあさっての党大会に間に合わせるために議論を急いだ形です。昨日の自民党憲法改正推進本部の全体会合はおよそ3時間に及びまして、安倍総理大臣の出身派閥の会長であります細田博之本部長が9条改正の意見集約を自身に一任するよう提案しまして、会場内は賛否の声で騒然としたんですが、結局一任ということになりました。これに対し石破元幹事長は、何が一任されたのかよくわからない、党の意思決定として極めて異例だと述べております。で、細田本部長によりますと、戦争放棄を定めた9条1項、それから陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないと定めました9条の2項をともに維持しつつ、別立ての9条の2を新たに作って自衛隊を規定するとしています。で、当初は必要最小限度の実力組織ということで自衛隊を明記する方向だったんですが、これには石破さんらが反対しまして、結局必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織というふうに明記する方向です。で、この自衛隊の定義などをめぐりまして、公明党の幹部は、この必要な自衛の措置を取ることを妨げないということであれば、集団的自衛権の全面行使につながりかねないと懸念を示しまして、話にならないと批判をしております。自民党内にも異論がある上に、森友問題を抱えて公明党の関係者は、憲法改正は当面困難になったと見ています。それから改憲勢力と安倍政権が期待していました野党の日本維新の会も、今熟議できる雰囲気ではないと、この森友問題を挙げて慎重姿勢に転換してるんですね。確かにね、国政の場は憲法を一生懸命考えてね、こうしようあしようっていう雰囲気ではないです。だけど今の聞いてると、やっぱり安倍さんが去年ビデオメッセージかなんかで言った、1個2個はそのままにして、1つ付け加えるみたいな、あれでいいようなことなんですか？そうです。その方向ですね。その方向ですね。はい、石破さんはそれはいかんと言って。そうです。2項は削除すべきだと。削除すべきだと。はい。この辺の矛盾点、いや矛盾じゃない。宮上さん、どう話しますか？自民党のなんか、懐かしいね、やじと怒号の中でですよ、一員が決まってですよ、で、なんとなくそのまま行っていくっていうね、これは民主主義でね、多数決でやったらダメなんでしょ。だから、これ一人っていうのは一つの知恵なんで、しかし、珍しいっていうか、久しぶりに使ったなって思いましたよね。議員さんの数から言えばね、今は大チャンスですから、公明党さんも賛成してくれればね、大チャンスであるんだけども、ちょっとなんか足元が揺らぎ出してますよね。2項を削除するっていうのは、これは筋論としては一つの考え方だと思うんですよね。でもそうしたら、それは、与党をで賛成もらえないんじゃないですかね。昔スパイですからね。そうそうそう。KGB ですからね。そうですよ。怖いですよね。典型的な、まあ、大統領になってまで KGB のやり方やるかっていう話も思いますけどね。というわけでちょっとそれで選挙で対抗するやつはね、遠慮しゃくなく潰しにかかるしね。あれは本当正当な選挙じゃないと、マケインさんが言ってることもね、あながち的外れではないですよね。そうですね。ロシアの場合ね。もう一点あるんですけどね。もう一点。じゃあね、マクマスターさんね、いいけどさ、あんたそれメディアに喋っちゃダメよと、マクマスターさんがやったとは思いませんよ。言いたかないけども、チームの中で誰かが漏らしてるわけですよ。それについてはね、それがつまり米ロ首脳電話会談のね、その発言要領がですよ、内容がちゃんとコングラチュレートなんて言葉使うなって書いたのに言っちゃったんだって、それリークする方もリークする方じゃないですか。リークする方ももう腹に据えかねてんじゃないですか。そうそう。だけどそれって政権の手を出してないでしょ。何それ。だからちょっとね、末期症状とは言わないけどひどいよね、そういう外圧も、それから自分の周りにいるそういう連中も、なんとなく俺に対してみたいなことは、まあ、大統領は感じてるわけですね。そういうことですね。で、時々強気な発言してるということなんですが、今年なんかどうなっていくんでしょうかね、これから先。はい、三宅さんは続いては7時から登場です。はい、今朝のコメンテーターは、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の三宅邦彦さんです。三宅さん、また韓国がですね、イ・ミョンバク元大統領が逮捕されたという。まあ、容疑はですね、在任中に国家情報院から裏金を上納させていたとか、それから自分で持っている自動車部品のですね、会社なんかを使ってですね、サムスングループにいろいろとですね、訴訟費用なんかを肩代わりさせたとか。でも、言わしてもらえば、たかだか11億円ですよ。大統領権限で言えばね、大統領のね、そういうこの箔から言えば、11億なんか貸したあれでしょ。大統領、今まで何人いるか知らないけど、数えてないから、だけど、もう4人も捕まってるわけでしょ、で自殺が1人でしょ、そうですね、もう本当に慣れてなくなるんじゃないかな、こんなことやったら。どうします？必ず捕まる。で、またその報復がむちゃくちゃだから、その恨みが連鎖をして、またこの報復、いやー、これはちょっとね、まあ若い民主主義と言ったら怒られちゃうんだけども、もう少し成熟できないもんですかね。今日の新聞によると、大統領はですね、ムン・ジェイン大統領は、自殺したノ・ムヒョン大統領の弁護士時代からの仲間で、あれに対して非常にそのさっきの恨みのね、気持ちをずーっとこう抱き続けていたと。だからなんか本当に報復措置みたいな感じ。なんかこう根掘り葉掘り探せば、政治家だったらなんか絶対出ますよね。よく叩けば埃の出るからだって言いますけど。まあ、ある程度、大統領を強くしなきゃいけないと私は思っているんですよ。まあ、もともとね、今、大統領